はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日の動画なんですけれども、はい。今日2月3日、節分の日なんですが、えっ、ー、と、いろいろ更新が来てまして、えっ、ー、と、まず2000万ダウンロード突破をしたというところのイベントで、えっ、ー、と、まあ、また選択契約書とかが来るみたいですね。あと、特訓の成功率1.5倍キャンペーンとかも開催されるみたいです。えっ、ー、と、あとね、えっ、ー、と、 S, S ランク確定契約書、あ、違う違う違う、S ランク確定スカウトがまた来るんかな。が来るみたいです。あとは、そんぐらいかな。2月4日火曜日、明日か、明日からあるみたいですね、イベントが。で、他にも来てて、先発の、えっと、S ランク追加だったりとか、で、プロスピフェスタが来てて、で、僕が、えっと、今、大体 V ロード2周分ぐらい終わりまして、 ではチケットが杯ありますなのでこれをえーと回していきたいと思いますという動画です今日はですねはいでえー、とね全国大会とかも、あのー、リアータイは来てたりするのでいろいろねなんかイベントが盛りだくさんでえっ、ー、とねちょっと僕も必勝アリーナ終わって暇やったんですけど、まあ、またねプロスピンも力入れてやっていきたいと思いますはい早速いきましょうかね どうしようか演出いっか。わかりまあ、いいや。とりあえずこれでやっていこう。4等ね。おっと。最近ね、ちょっとね、ラグいんすよね。僕の携帯が。すいませんね。どんどんいきますよ。お、チャンスタイム一発目。ここでね、粘れれば、超チャンスまで持っていければ、ワンチャン。 うんまあこんなもんでしょうね。B ランク契約書。おまた来た。B ランク。これなんかね、泊まりで分かりますもんね。なんか普通のね、4等から6等だったらスルッて出てくるんですけど、一旦タメが入るんですよね。おおまたチャンスタイム。これでタメが入るんですよ、一回。で、B ランクか。多分ね、やってる人だったら分かると思うんですけど。 せめてね A ランク契約書ぐらいは欲しいですよねおお結構入りますねチャンスタイムね来たうん B ランク契約書はねあり,ありがたいんですよねでもあの1.8倍今来てるじゃないですかあれのあれのせいって言ったあれのおかげであのー、ねあの B ランク A ランクの育成が進みすぎちゃってあのー、全然餌が足りなくなるんですよねなのでありがたいですね まあエナジー、まあね、エナジーか、うん、まあ4等以上だったら嬉しいですね。でもエナジーもね、大体僕80ぐらい割ったんですけど、で、V ロードとか、あの、なんていうんですかね、V ロードとかの報酬で結構もらえるじゃないですか、エナジーとか。そういうのいろいろ集めて163まで戻ったんで、あと30ぐらいなんですよ。でも、報酬で全部返ってくるんで、実質これ駆け抜けても、 あの余裕でプラスになるイベントだと思います。おそらくですね。ただ、あの、トロフィーのやつとかが、トロフィーで10円なぐらいもらったかなとかもあったんで、まあ、ちょっと個人差出るとは思うんですけど。おお来たチャンスタイム。そろそろね、粘ってほしいんですけどね。うーん。B ランク契約書量産期っすね。まあまあ、仕方ないんすけどね、なかなか出ないですもんね。 うん、出ないね。おう今4枚。ってことは今回のイベントでは無理ですね。なかなか出ませんね。フェスチケットがあと300。まあ大体200ぐらい表彰化。これで200彰化か。お結構いいっすよね。まあまあ。 エナジーがねだいぶ出てくれればいいんですけどで僕自走作で2周やったんで、まあ、1回大体、まあ、6枚ぐらいはあのー、もらえる計算だとしたら2回に1回エナジーが出さえすればあまあまああれ、あのーペナあのー、プレオフとかそっちはちょっと変わってきますけど、まあ、大体2回に1回ぐらいエナジーが出ればすごい美味しいですよねまあそんなに出ないんですけど。 ーやっぱちょっと重いですね。僕んちの多分 Wi-Fi の調子が悪いんですよね、今。数日前からちょっと悪いんですけど。どのゲームやっててもこんな感じなんで。すいませんね。ちょっと見苦しいとは思うんですけど。すいませんね。あとね、なんか話することあるかな。ああ、そうそう。まあこのゲームとは全く関係ないんですけど、あの、ドラゴンボールドッカンバトルっていうアプリやってる人は、もしかしたらこの中に、 僕の動画を見てくれれる中にいないいななかもしれないんですけど今そちらが5周年でえー、っと本当でねすごいんですよあの、まあ、ここでいうエナジーみたいなやつの代わりにあ流石っていうあの、まあ、要は課金アイテムですよねがあるんですけどなんかもうそれの配り方がすごくて例えば昨日かな2月2日だたいね同じぐらい3時ぐらいに結構更新が入るんですよそういう系のでパッて開いたら 110っていうのはプロスピだったら250であれじゃないですか、あのー、10連できるじゃないですか。でドッカンバトルってその石が50個あれば10連ができるんですよ。ということは、まあ、20連分プラス、まあ、22連分ぐらいとか配ってたりとかしてで今イベントがで5周年なんで結構。 キャラが強いねベジットとかねベジ,、あのー、ゴジータとかねそういうキャラが出てきてるんですけどでたまたまでそうやってもらえたんで、まあ、僕もその課金とかしないんでそれで引いたんですよねフンってまあ軽い気持ちで,あでしかもね30連引いたら10連無料とかあるんですよでそれで昨日結局30連ぐらい引いたんかなそれで30か40ぐらい引いてあのー、まあマックスなリアリティがあってある程度強い キャラねでそういうキャラがあってでそれがまあ大体そんな多分他のその YouTube とか調べて実況者の人とか調べてもらったら分かるんですけどそんなポンポン <laughs> すみませんそんなポンポン出るもんじゃないんですよなんですけどなんか3連続くらいでポンポンポンって出てまあそっちも相変わらず引きがいいなっていうところで今回これに臨んでるんですけどもう150しかないんですよね早いような早くないような。 150まで来ました、とりあえず。まだ A ランクすら出ませんね。まあこんなもんでしょうね。僕ね、一回だけ多分 S ランク契約書出たことがあるんですけど、その時ね、チャンスタイムとか確かな,かなくて、普通にこうやって回してたらポンって出たんで、まあ可能性はないとは言えないんですよね。通常時でも。チャンスタイム入らんね。ずっと入らないですよね。で、最近、おお、B ランクか。 で最近ね楽天で結構やってるんですけどずっとでこれの成果も結構出てて茂木選手この前前、まあ、前の動画で引いたんですけど茂木選手の A ランクが2枚確保できたのとあと則本選手の昔のアニバー僕も昔っていうか去年か去年のアニバー持ってるんですけどでそれずっと使ってるんですけど S ランク出ないんででそれの継承あ継承じゃないやそれも A ランクが2枚出てあの凸が進んだんですよね そういうのもあったりするんで、まあ、楽天はね結構持ってるんですよ主力は松井裕樹選手がほぼ主力は持ってるんで,で松井裕樹選手もねほんとエランク契約書からめちゃくちゃ出るんですよでなんと5枚以上貯まったので、まあ、S ランクさえ出ればもうあの極みまで持っていける状態になっちゃったんですよなので、まあ、そういったところも本当はミキサーとかで狙うかどうかなんですけどうんーまあそこはちょっと難しい問題になってくるんですけどね まあそこは、おいおい考えていこうかなと。まあ、でも、次チームは、ね、やっぱ巨人かホークスで引きたいんですよね、今の状態だと。どうしてもね、丸選手が、ね、僕、欲しいんですよ、今。チーム状況の関係で。欲しいんで、まあ、そこをね、まあどう、どうするかな、まあ、菅野選手とかも欲しいんでね、坂本選手も欲しいんですよ。で、その3人を狙って、ジャイアンツを回したいなっていう思いはあるんですけど。おう 出ないですね。まあ厳しいかな。まあまあね、まだ今日初日なんで、まあとりあえずこれで終わりなんですけど、今日は。とりあえず終わりだけれども、また多分取ると思います。まあ520使ってこんなもんですよ。無が前ね、もっとね、B ランクとか出てたようないの気がするんですけど、今回ちょっと渋いですね。で、一括受け取りして、エナジーがどんぐらい返ってくるか。おおそんなに お 233! 三。23ていうことは僕が V ロード2周して520枚ぐらいまあ自操作なんですけどねでコツコツ貯めてやって192エナから始めたんですよねで自然回復あまあまあ自然回復あでもスタミナが60ぐらい残ってたんでまあそれがあって3回回してああ3回まあ足した百190足しても195だったとして、えー、と38エナ分ぐらい浮いてるってことですね。 の計算になるんで、全然皆さん回っても、あの、累計は回収できます。あの、ただね、自操作限定ね、自操作で僕はそんなにしくらずに700をずっと行ったんで、まあ、しくっても多分、一週につき2、3回ぐらいやったと思うんで、まあそこはまあ計算して、まあ、皆さんね、計算して、あの、6かけてね、 多分 V ロードは一番最短でいけば46試合あるはずなんですよ。だけど 6C24 の6六二6 2 7 6なんで本当にうまく回れば550ぐらいかにはなるんか。僕も途中 V ロードまあ2周っていえど1周目が途中からやったんで、ね、まあそこはちょっとねエナジーの誤差出ると思うんですけど3試合ぐらいしてたんかな。 そこはちょっとは,ん、あのー、はっきり覚えてないですけどまあ大体約2周って思ってもらったらいいと思いますでせっかく出たんで契約書何枚かも引きましょうかゴールド契約書1枚かどうしようかな10パク契約書があるんですよねまあとりあえず自チームいきましょうか自チームで、まあ、浅村選手岸選手りも選手狙いで茂木選手でもいいです 実際にブラッシュ選手ね昔持ってたんですけどねまあやっちゃったんですよねミキサーまあ今の分がまあその時もね突してなかったんでまあいいんですけどそれはそれでおお孫チャーホー選手まあまあこれは孫選手っているんすかなあいるんすかな <laughs> いるんですかね <laughs> すいません変な日本語になっちゃいましたまあいいっかゴールドキャプションも巻いとくかいなかったら意味ないっすよね、まあ、ちょっと調べないとわかんないっすけど楽天のチーム事情までちょっとわかんないんで こういうところでね、なんか動画外とかでは結構僕引くんですよ。S ランクとかポーンってね。まあなかなか出ないですけど。まあ仕方ないね。最後じゃあ10パ契約書回して終わりましょうか。で、明日も動画撮ると思います。あのさっきの10連無料とかがあったりとか。まあ全国大学をやるか分かんないですけど、この後。で、30%契約書が報酬であったんで、それも回収できれば一緒にやりたいと思います。じゃあ10パ契約書で最後お願いします。おちった 散ったらいいよ。ワンチャンあるよ。いや、こういうとこで引きたいよね。いや、割れてくれ。うー割れない。中川選手。うーん、渋い。<laughs> 渋いっすね。B ランク役所何枚ぐらいかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9枚か。まあでも、これでね、全然、あの、B ランクもね、育成しつつ V ロード回れるんで、 また、はい、回っていきたいと思います。で、またね、もう一個、まあ、これの、ね、イベント終了ぐらいか、まあし、まあしも今日ぐらいやるか分かんないですけど、まあ、これからまだ時間もたっぷりあるんで、まあ、その分ぐらいまたたまったらリベンジとして、またやっていきたいと思います。ってぐらいかな。<laughs> すいません、なんか、全然取れ高がなくて、ちょっといろいろ迷ってるんですけど、あ、先発追加じゃないんだ。あー、違うか。 あ、ニポジ来てるんか、追加。なるほど、そういうことか。ホークス、和田選手と、川島慶三選手か。いいっすね。和田選手は、まあ、この二人はね、まあもう A ランク出てるんで、追加で出ると分かってたんですけど。うーん、まあこんなもんかな。まあ203、まあエナジーもね、増えたし、育成も進むし、で、なおかつ、えっ、ー、と、フェスタのこの、 ガラポンもできるっていう最高のイベント最高のタイミングでのプロスピフェスタだったと思いますまだったというかまだこれからなんですけどね、まあ、皆さんもこれからやられると思うんでぜひぜひ S ランク契約書ゲットしちゃってくださいそして、えー、とその S ランク契約書でいい選手をゲットしちゃってくださいじゃあ今日はこのぐらいにしときましょうかねはいということでじゃあご視聴ありがとうございましたまたねあのプロスピー交流戦とかも始まるんで皆さん頑張っていきましょう では今日はここで失礼します。お疲れ様でした。